こんにちは。今夜中の2時半。明日さ、仙台から5人来るの。で、その食べ物の注文がエビ大盛りピザ、混ぜ混ぜサラダ、バッファローウィングチキン、それからなんだっけ、なんだっけ、明日さ来るんだけど、5人仙台からシーフードエビ大盛りピザ、バッファローウィングチキン、あともオムレツ、ナポリタン2人前、混ぜ混ぜサラダなんだけど、バッファローウィングチキンは下ごしらえしとかないといけないのでね、今やっております。まずね、手羽先今焼いてますね。軽く焦げ目1個つけてくれね。バッファローウィングチキンな、クドパンの揚げ物たちだば1人10本以上食うはんでな。あれだけど、明日はさ、これの他にいっぱいあるので、多分1人なんぼだ、手羽先2、2、4、6のアジの塔、12、13、14、15、それから天羽先15本、16本、よくね、焦げ目とつけてくださいね。手羽元ね、天羽先ね、美味しそうだね。これだけで食べれそうだね。またね、飛び上げますね。ただね、焼いてる間にね、調理で使うね、玉ねぎのみじん切りね、あまり入りませんね。これはね、別にそう細かいみじんに入れなくてもいいんだ。この玉ねぎのね、甘さっことか、なんだ、この玉ねぎの、うまみね、これをね、使いたいだけなので。こういう感じね、焼いた鶏肉ね、これ、もっと食べるでしょ。ね。ただ、これにね、さっきの玉ねぎね、この肉のエキスのあるやつを使って炒めるね。5人仙台から並べね、男女で来るんだべね。食べ物だけでもすごいね、6品が5品がね、みんなね、よくお金使ってくれるよね。ありがたいな。9月はね、お店暇なんだ。うん、ね、これこうよく炒めたら
いつものアマレードね。これはこのね、柑橘系のこういう甘みすぎなんだ。一つやってまだいいんだ。玉ねぎとアマレードをよく炒めますね。さあね、ワイン入れますね。これはあの鶏肉の味付けの今スープ作ってますね。でね、恒例の発泡汁。手に入らない人はこれにめんつゆでもいいですね。めんつゆね、やってきたらね、これにね、炒めた鶏肉にかけますね。で、下にならなかったらお水を足します。お水下になるまでお水ね、ちょうど下に、ね、下うん、からそれで蓋開けたまんま煮ますね。でね、ちょっと煮えてきたら蓋こして弱火、超弱火で半熟を煮ぐさしみ込ませればいいな。無水鍋ね。はい、弱火でじっくりやって沸騰しましたね、これね。から蓋をしてもう一回火を止めます。で、明日になれば味が染み込んでますね。そのまま食べられますね。そういうわけで、もうすぐあと1時間もせば仙台から5人来るので、これからガンガと準備ですね。あの昨日の鶏はちゃんと味が、バッファローウィングチキンで、ね、こう味が染み込みます。まずね、混ぜ混ぜサラダね、混ぜ混ぜサラダ。これ白菜、これね、880円だと高いね。なんで白菜こんな高いんでしょう。高くても買えます。私、うちのサラダ白菜入ってないとね、あれなので。なんでこう白菜高いんだべ。冬の野菜だからかな、暑いもんだ。ああ、アリついてる。アリあらないかな。アリ、あれ、アリがいっぱいついてる。死んでるアリだけど、すごいね。新鮮な証拠だな。アリをまず洗い流しましょうね。まあ野菜ね、水に一回浸すので、洗ったらね、缶が残るように止めに切りますね。きゅうりね、何作るんだっけ。混ぜ混ぜサラダ、オムレツ、エビ大盛りピザ、バッファローウィングチキン、なんだっけ、なんだっけ、あんだわしいたじゃ。
なんでこう食べ物の注文多いべね、富士の宮なのにね。だからね、本職はバーテンなんです。きゅうりはね、食感がコリコリするように大きく切りますね。どうなんだ。あとは人参、キャベツ、細切り、どうなんだ、キャベツ、キャベツ、キャベツはどこに行った。キャベツはどこに行った。キャベツは知り合いないな。キャベツ、あれ、昨日これ冷蔵庫入れるの忘れたはんで、キャベツは熱くなってる。はいはい、大五郎、大五郎、厨房さん入ればダメなんだと、保健所の人に喋られたからな。んだ、そこずにいなさい。あの、あれだよ、店の中をにゃんこが走り回っていると通報あったんだとよ、保健所に。な、んだ、あら、厨房、保健屋の人言うには、ホールにいる分には構わないと。厨房とかそういう食べ物を扱うところに入れないようにと。まあそういうことだな、大五郎。残念だけどもな、あまり厨房な、入ってこないようにな。ちゃんと大五郎入らないでくださいって、ラップつけだけね。うん、ダメ、ね、キャベツの千切りあればほとんどめんどくせえものはねぐな。な、このね、混ぜ混ぜさがね、比較的ね、野菜を大きめに切っても大丈夫。混ぜ混ぜだからね。よし、切った野菜を一回ちゃんと水洗いして、で、パリッとさせますね。あとはね、混ぜるときに、今日は豆苗と、豆苗とトマト、ね、混ぜて。次はね、ピザ生地伸ばしとかねばな。ピザ生地。あと、あとはこれ冷凍のサラダ豆見つけた。どんなもんだか、これ試してみよう。これ使えれば大したいいな。セパドレピザのバスがピザな。あ、今日塩ビ間から次のが来たんで、世話だとねないな、が大変だな。おう、ちょっとソース寂しすぎだな。えな、たっぷりだな。でも美味しいんだ。ピザもね、みんな好みあるからね、生地がどんだとか、トッピングがどんだとか、ソースがどんだとか、チーズがいいとかな、いろいろ好みあるから、一概に何がな大事とか言えない。よし、ピザの具、混ぜ。どんだべな。今日の5人顔出し OK だば、写真動画撮りますね。
5人で来るんだってよ、車で。すごいね。うちのお店も YouTube のおかげでなんか有名になってきましたね。おかげさまで。 YouTube には感謝しませんとね。来ましたよ、来ましたよ。仙台から5人。からね、シーフード軽く炒めますね。少しね、バターここでね、味付けしますね。はい。カウンターに今日座りたくて来たんだけど、いいですか？人来たらどけますか？あまり炒めないようにね。みこちちぐなって、まあ、いつも言いますけど。ね。一つ一つこうやってね、見つけ切りながらね、お願いしますね。なんか5人もカウンター座ってると圧巻だね。これがね、茎わかめね。茎わかめ、茎わかめでね、これ今切りますね。細かくても食べやすいように。トメロ、最初のお客さんに聞いたの。トマトって言わないんだって。トメロって言うんだね。あ、オーブンが280度まで上がりましたね。これは後で上に振りかけますね。では混ぜ混ぜサラダの前にね、ピザね。280度で熱した鉄板にまずこれ敷きますね。シーフードピザね。よいしょ。これをまずいただきますね。まずね、今日はねオリーブオイル。オリーブオイル。あね、胡椒。入れような。混ぜ混ぜだからな。全部入れよう。いいね。塩。いいね。お酢。あれ、青森県産リンゴ酢。これ美味しいからね。これね、これ全然酢だけどツンとしないのね。これマヨネーズね。これねちょっと大量なんで大きいマヨネーズ使いますね。はい、いきますよ。はい、まず、うわ、すげえ量だ。うわ、まず、うわ、量多くて、いつものように軽やかな混ぜ混ぜが歌えます。まぜ、取られてるの、早く混ぜて。混ぜ。うお、使いできたの。すっげえ。
あずめっぽー。うん、うん、すごいわ、すごいな、素晴らしい、うん、そう、そうこうしてるうちにね、ピザが、はい、ピザゴブ焼きね。これにエビオーマダ、これでもかと、よし、これこれね、これをもう一回焼きますね。わあ、これも今日混ぜ混ぜサラダすごく美味しいです。美味しい混ぜ混ぜサラダさ、すごく今日もう一回食べてみよう。うん、うん、もう一回、うまくいな、よっ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 、5人分だからな。よし、おじさんは私に食べますね。これまずこれさ、すりごまね、おいしいよ。旦那に内緒で来たんだ。旦那に内緒で来たんだ、うん、で、旦那もこれよく見れる人なんだって。だから絶対右端のお姉さんで来るとさねて、すみません、皆さんの混ぜ混ぜ歌を歌ってください。一人一人お願いします。やだ、それはやだな、それはちょっとやだな。みんなやってもらうことに決まってるな。嘘でしょ。俺それいい、そのくだり見てないんだけど。もう私も下り見てない。俺車関係の前関係しか見ないんだけど。みんなでやろ。それは言っちゃダメなやつ。それ持たずにやっていいんだよ。どうやって回せたらいいんじゃないですか。まぜ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 、取られてるな、早く混ぜて、早く混ぜて、私いい音だけど、俺隠れてって言っちゃった。混ぜながら、ちょっと悪いけど、混ぜ、混ぜ、ってもいいで。はい、もう一回お願いします。混ぜ、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 これ、皿使って混ぜ、混ぜ、どうぞどうぞ。あ、お皿こっちです。これちょっと、お兄さん混ぜ、混ぜ、恥ずかしい、俺恥ずかしい、本当に恥ずかしい。混ぜ、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 仙台から来ました。イエーイ、楽しみにしてきました。八島教室は怪我しても寝れるでしょ。多分5チャンネルで叩かれるだよね。いやだな、混ぜ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 。あね、次ね、オムレツね。オムレツはね、中の具ね。まずね、次ね、オムレツね。オムレツ。オムレツはね、中身ね、いつもの通りひき肉と玉ねぎ。これこれこれ、よし、
ゆっくり作りましょうね。はい、シーフードですよ。そうですか、エビピザいただきましたか。それはよかったね。これね、これはね、オムレツね、卵10個ね、これをね、でね、これは塩コショウだけでね、オムレツにかける具があるので、グレネやソースね、味付けしてるのでね、よし、豆腐炒まってきたらね、こういう感じでね、半熟状態ね、半熟状態。まずね、これにね、野菜乗せますね、これね。野菜にひき肉ね、ひき肉をこう乗せてね、だからね、これにね、ほら、チーズね、チーズ。チーズこうね、チーズ、チーズをこう、ね、こうかけますね。からね、チーズかけたら、タッコと、濡らすタッコはいらない、よし、タッコね、はい、タッコ、よし、よし、ただね、これね、誰でも簡単にひっくり返せます。まずね、こにこう、これはね、ぐちゃぐちゃになっても OK ね、みんなぐちゃぐちゃになっても落ち込まないように、まず半分だけ、いいよ、これね、こうやって、次残りの半分ね、いいよ、こうね、こうやって真ん中にこう寄せますね、こういう感じね、これふっくらして、これあね、ここからね、はい、すでは行きますね、行きますね、ホールから歓声が来ましたね、ホールからね、ホールから歓声が来ました、あ、素敵な香り、はい、ね、ソースかけますね、はい、今日も美味しくできました、これナポリタンね、2人前だからこれ2束ね、でね、これね、なんかね、
だんだんごちゃごちゃになってきましたね。お忙しいとね、厨房ごちゃごちゃになるんですね。大きいベーコンね。少しね、これ入れますね。にぎわってますね。あれ今ね、もう一個ね、あの何入れるんだっけ、ナッツ、ナッツ入れるんだ、ナッツかしらね、ナッツ、カブナスだったね。美味しいんだよ、ナポリタンになって。ズッキーニもかつくればいいのかな。ズッキーニワンカールハンでワンセイで言った。ズッキーニワンカだね、ナス。ナスとね、ナスはね、ナスはすごくトマトソースとかケチャップと相性いいような気がするんですね、私ね。ああね、トマトケチャップ系はね、こうやってね、ナス入れるんです。これね、ぶつ切りのトマトね、完熟したトマトが結構あるので、今日はサービスで入れますね。もう完熟したトマトの甘酢だら全部こうやっていっぱい入れてくださいね。これね、美味しいよ。ね、これまだ炒めるね。比較的ね、そのナポリタンっていうのはね、味付けがね、簡単だからね、いっぱいね、2人前ね。ああ、みんな、身から詰めてるや。綺麗に食いました。さすが、さすが5人も、なんか1人知らない人が一緒に参加して食べてますね。なんか某高校の先生だったんです。あー、美味しそうです。すごい彩りが綺麗ですね。ね、仮にね、それにケチャップね、ケチャップで少しと味付けしておきますね。食べね。うん、いいとこだ、いいとこだ。よし、あね、麺を投入。よし、あね、これにね、またケチャップと牛乳。牛乳をいっぱい入れるとケチャップの酸味がスッときません。よし、よし、よし、お鍋な、お鍋な。うん、マンカだな。よし、これね、持っていくね、これね、いいよ、いいよ。これね、乾燥、なんかこう見た目的にこう野菜とかこう極力こう上にこうね、これいけば、あ、具がいっぱい入っとるなって感じだよな。こういう感じでな。
少しね乾燥バジルね、香りよくなんね。よし、4品出しました。あとはバッファローウィングチキンですね。片栗粉、片栗粉、じゃがうちのにゃんこの名前は片栗粉、どっちかな、まだ晩御飯屋にかな、片栗粉。これはね、もういつも言いますが、味付け、火は通してあるので、1人2本ずつということで、その間にね、ソースね、よいしょ、そう、ね、ブレンドね、揚げ物ね、いつもね揚げすぎてね、怒られるので量を5本ずつでいきますね。できてきましたよ。これ全部揚げたやつね。ここにね、バッファローウィングソースをつけて。これ、